はい、最終日第2弾、本当にもう大変でしたけどね、なんとか終わって電気が入りました。玉も新品また入れて使いましょう。ちょっと新しいのでね、あんまり無理しないで、軽く、もう本当にこんな感じで、あれ、こっちかな、ちょっと光の関係で消すか。こんな感じでほとんど 0. ちょっと作動するかしないかぐらいの、作動するかしないかぐらいのパワーでね、今押してますね。こっちのメーターでも 0.2W とか軽く押してください。これで入れて、だいたいこの点のついてるあたりね、この辺近辺で、まあ、こっち側ちょっとアンテナでもちょっとローディングの場所が変わるので、やってもらえるといいかなっていう感じですね。これで一回握りますけど、あららら、とんでもないことになっちゃった。よいしょ、こっか、この辺調で、これだと少ないかな、もうちょっと出すかな、もうちょっと押しを上げて、無辺調で300ぐらい、これで無辺調で300ぐらいですね。はい、よいしょ、もう作動するギリギリだな。よいしょ、こんな感じで、ああ電気、ああ、どうしよう、もうパンパンでパソコンが壊れそうです。こんな感じですね。会長です。まあちょっと玉が馴染むまで少し大事に使ってください。3本とも均等に熱が出てて、上手に作動していると思います。意外とね、これ GG 回路なんでね、少ない押しで出るので、大きなスーパー変調とかはあまり向きませんね。普通の変調で十分、伸びると思います。で、まあこっちはスーパーは使わないで、普通のノーマルでポジションで使いましょう。そんな感じです。いやー、やっと遅れますよ。お待たせしました、本当にね。誰が悪いのって、ここではちょっと伏せときますけどね。はい、ちょっとこっちの左側のバリコンが緩いんでね、なんかちょっとこの辺に買い物して動きづらくなるようにちょっとするといいですね。走ってて多分ちょっと動いちゃうかもしれない。これバリコンが小さいんでね、もうちょっと甘いですね、この動きがね、緩いんで、まあ、注意点はそんなもんでしょうか。それで今、よいしょ、やっぱ 0.5W ぐらいかな、無変調で、無変調で0.5W ぐらいで押してますね。はい、そんな感じです。おろろろ、よいしょ、あ、了解しました。すごい。そんな感じで、もうちょっとね、エイジングしてからね、梱包したいと思います。そういうことで復活したかなって感じですね。はい、お待たせですよ。トヨタの3本玉、一応余裕を持った1キロっていうことなんでね、まあ、ピークで1キロ以下でね、使ってもらえるといいかなと思います。はい、以上です。